に見られるんですからね。そうですね。次はですね、夏川りみさん、夏川りみさんなんですかね、あのオリジナルは笑つかわりんじゃない、ね、じゃないんですよね。わらび神というぐらい、わらべ神と書いてわらび神というふうに読むらしいんですけど、沖縄の方の歌で、民謡でもないんですよね、だって。民謡でもないですね。まあ、オリジナルとか言って。なんか古い、謝る、なんとかって書く人、なんて読むのか、向こうで活動してる。沖縄の方が作った曲。じゃあ、わらび神と。